主人。聞きたての予算と確かな腕で、緊張でも評判の娘。そんな彼女の悩み事は、愛するあの人の浮気症。私というもの歩くその姿こらえきれず、その場所をすぐ離れたら、だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、頬を涙で濡らしながら、着物の縫い直しに精を出す。街は何やら不穏な空気、何か事件が起こったらしい。橋の前であの人見かけた、隣の女は痛い痛れ落ち込んだ様子のあの人に寄り添う髪の綺麗な女。緑の美化とても似合うわ。兄さん湧き始めた、再び事件が新しい。かんざし屋であの人見かけた、隣の女は痛い痛れ年葉のいかぬ女の子に黄色いかんざし買い与えて、一体何をしようというの。家族4人